昨夜は誰も死にませんでした。発言ターンに入る6番のプレイヤーが発言します。はい、村人陣営特に死をないです。あー、進行論、私は、まあ、例えばこうよく初週こう話す内容として、任意人権になったらじゃあ霊能釣り切りますねとか、そういったことを思考開示する人って多いと思うんですけど、それってなんか結構人外が、例えば狂人が、あ、釣り切ってくれるんだと思ってこう仕事しやすくなっちゃうと思うんですよね。だからといって決め打ちしますっていう発言を残すのもおかしいし、なんて言うんだろう、なんか知らず知らず自分のことを喋ってるつもりが人外が動きやすくするような進行論は言わない方がいいと思ってますね。必ず前の人に触れながら単体精査していく。7番のプレイヤー、6番の Z ついてるし、はい、よろしくお願いします。7番です。僕も村人陣営で特に役職はなしです。まあ、また皆さんの意見聞いて、まあ、誰が黒目かなと考えを見ていきたいと思います。8番7番黒くね、これ7番です。よろしくお願いします。特に使用ないです。使用ないです。把握お願いします。まあ、6番さんからトップバッターってところで、思考開示する人に関しては、人外が動きやすくなってしまう、つまりそれ何が言いたかったのか分かんないな。6番さんに関しては思考開示しちゃうと人外が動きやすくなってしまう、人外の思う通りになってしまう、だからといって決め打ちするのもどうたらこうだら、ちょっと何が言いたいのかよく分かんないっていう印象かな。別にそこの発言が黒い白いってわけでもないんだけど、何が言いたかったのか率直に分かんなかったっすってところかな。6番さんに関しては2周目かなってところかな。まあ、その位置だしね、何話していいかも分かんないだろうしってところかな。ただ6番さんに関してはどういう進行でどういう形で村を勝利に導いてくれるかぐらいはね、進行論じゃないけど思考開示はしてほしかったかなっていう印象かな。7番さんに関して発言が薄い、あなた釣られますよ。10のプレイヤーが発言します。はい、村人陣営でした。まあ俺もね、8番さんと同じ印象だったけど、6番さんはそういう盤面についての進行論を語るとそれが利用されるっていう進行論。まあ正直まあ、前の人のことを確実に触れてってくれて最後に言ってたからね。まあ、6、7、7もほとんど印象ないわ。7ってさ、完璧 ASG になってたよね。うん、できるだけ発言伸ばしてきますって言ってたから。まあ、2周目じゃないですか。8番さんは6、7のその思考は一緒だったけど、正直、色落ちする発言じゃないかなって思ってるかな。はい、以上です。1番のプレイヤー、あんまりしてないけどプレイ日数えらいあるんだ。はい、お願いします。村人陣営でした。まあ6番が何言っているんだろうっていうのは多分、まあそれなりにその方が思うんじゃないかなとは思います。はい、ただなんだろう、まあ6番がその発言をするなら、まあシンプルな自分はどういうふうに白黒つけていくかぐらいを話せばよかったのかなってぐらいですね。はい、こちらがあまり理解ができなかったからっていう感想ですね。まあ2周目だと思ってます。まあ7番に関してはなんかもう名前言って終わりぐらいだったんでよくわかんないなってぐらいですね。はい、でまあ6、7の違和感っていうのはまあそれなりに持つ人がいると思うので、まあ8、9がそれを指摘するのはまあ自然ではあるので、はい、ぐらいですかね。はい、なんか当たり前の指摘だったんで別に8、9がそれでムラッとも思ってないってぐらいです。はい、以上です。2番のプレイヤーが発言します。はい、使用あります。占い師です。ランダム5番さん使用把握願います。まあそうですね、まあ8、9、1、まあでも触れなかった7番さんが 役ありませんって発言をどう取るかっすよね。私目線、津村である発言をされてたときに、
あの黒かぶせ対抗が仮に出てね、黒かぶせられた時にこの人勝てないと思うんで、ちょっと落とした気はある。ただ7の役系はしようということで、普通に霊の師さんは6の位置に出て、22だったら普通に霊の1の押しで釣り切りね、21だったら騎士は出てくださいっていう進行を俺は取れるんで、6番さんの言ってることは、そう、22パターンの時にさっきの発言、まあ、逆に21だった時に思考開示しないと、グレーする時あんたどうするんだってとこまで言ってほしいかな。あ、2番。3番のプレイヤーが発言します。なんだよあれ。うん、2番さんなんか偽っぽいなと思っちゃった。落ち着きがない。でも2番さんはジンガルとしたら、狼はないと思っている。まあ、あんまり使いたくはないけれど、この、霊能局っていうのかなっていうのは、占いが進路で出ることが多いから、2番さんが5番さんに白を打つっていうのは結構リスキーな話であるよね。2目線だと3、4、5の中で1匹が出る確率の方が高いから、戦力よりは。その点で2が5に対して白を打つと、ちょっと心境っていう目で見られるから、2番さん死んでもった場合だから、2番さんってやりにくくなるだろうから、2番さんは強靭で見ている。狼はないで、グレーだと8番さんが最白、最白というか、7番さんに対してこのままだと SG になっちゃうよっていうところでとどめたのがかなり白いと思っている。次に1かな。うん、8級はそのままでは村落下しないよって言ったところは良いと。4番のプレイヤーが発言します。お願いします。占い仕様です。占い仕様6番さん仕様です。6番さん仕様。太鼓の2番さんに関しては霊能釣り切りと言ってたんで、まあ強靭だったらどうなんですかね、言わないのかなと思うんで、僕は狼で今のところ見てますよ。5番さんに白打ってるみたいなところはありますけど、別にそこに関しては、チャレンジしてるかなとも思ってるんで、4番さんは狼で見てます、現状ですね。はい、かな。で、まあ、3番さんと視点も結構あったかなと思っていて、7番さんが圧倒的釣り位置になる中で、8番さんの指摘というか、まあ、7番さんに対して、これだけ釣られちゃいますよってところで言ったのは、僕もちょっと白く見えたかなって思うんで、そこを白く取って3番さんは非常に印象がいいかなと僕も思ってます。なんでグレーは38が僕は今のところいいかなって思っていて、正直7番さんが釣り位置になっちゃうに趣味頑張ってほしいですね。5番のプレイヤーが発言します。これ難しいね。これ24に人狼が必ず出てるんで、24に人狼出てるんで、そうなると7番さんで黒が出た時に占いロラで終わっちゃうから、7の狼ってないんじゃない。だってみんな7釣りをしてるって、これもう占いに狼出てる時ってもう7ってないでしょ。だから最終発言位置の1、まあ3番はちょっと2叩くのちょっと印象が良かったんで、3はないと思うんで、俺1の黒は結構あるかなと思ってんだよね。だから現状1釣りたいかな。6番のプレイヤーが発言します。8白3しようか。霊能出ない？あ、霊能すらね。にしよう。これ4番視点ってさ、2番狼で見るなら5の囲いって見ないの？特攻っていうか、その、なんていうの、5の白が透けてる発言を落としてたと私は思ってるんだけどな。違うんかな？なんだろう、普通、2ロー起点で、で、3、4、5から新占い師が出てくるっていう視点であれば、2号かっこいい。7みたいな、ごめんね。7、なんか言葉が悪いな。7のような、あ、私、カリウドなんだけど、7は、要は SG1 じゃん。だから今日、そこ吊るしておけばっていう視点って出てくると思うんだよね。でも5番さんが、そこから、5の白がなくなって8白だもんな。8白いと思うわ。私も。騎士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 
騎士です。はい。釣り位置はね、2番が決めたらええんちゃうかなと思ってるんですけど、3が真に見えてしまっているっていう視点だけは落としとこうかな。まあ、周りがね、みんながどう感じたかなんだけど、4番の5番白弾きの理由がわからないわ、私には。7番のプレイヤーが発言します。はい、すいません、もう8番9番さんに指摘されたんですけど、まあ、発言が薄いというのは本当にすいません。この経験が浅いので、まあ、指摘されるのはしょうがないかなと思ってます。まあ、それでも僕も釣り位置入ってるんですけど、まあそれでも僕はもう信頼勝ち取れなかったんでしょうがないかなって思います。まあ、もうそんだけです。8番のプレイヤーが発言します。普通に今日 7か5でいいんじゃないかなって思ってるかな。釣り位置はってところかな。3が俺に白で4が6白か。まあ4番の1の時点って2が占い師の状態だったから、ただね5番がめちゃめちゃ臭いなと思ってるかな。正直な話、理由もなく1番を釣りたいと言った理由、ってところかな。めちゃめちゃ臭いなって。7番釣るんだったら今日は7番は面白なんじゃねえかって。明らかだって7番ってさ、じゃあこの今日釣らなかった場合ってもう7番村進行で行くことになるんだよ。かなり村にとってリスクだし、この状態であるならばね。7番もう SG1 なんだけど、俺からしたら発言も伸びてないし、ってところで考察するゲームだからね、別に経験が浅い深い関係ないからね、頑張って考察を落としてくれれば君の色なんて落ちる話だから。7番に関してはだから全く村を、君が村人であれば、村、あ、なんだっけ、村陣営であればもうちょっと考察を落としてほしいかなってところで、もう君はいらないかなってところかな、率直な意見で。そこを村で7番も村でいいんじゃねえかって、村弾きする理由が意味わかんないし、7番共通なかったらじゃあ2日目3日目も残すことになるよっていう発言なんだけど、5番に言いたいのも。で、理由もなく1番釣りたいでしょ。めちゃめちゃ意味わかんないんだよね。7号どっちか釣ります。以上です。9番のプレイヤーが発言します。はい。まあそうですね。6が言う4の2号、かっこいい。見なかったのは確かにすげえ気になったかな。はい。ただ4っていうのは5の発言を聞いてなかったから、それがあるかどうかの示唆だけはした方がいいんじゃないかなって率直に思ったから、はい、それだけです。まあ今日7釣りなんじゃないですか。はい、これ発言精査するゲームだから7には釣られてもらって、でちょっと勉強してね、勉強して次強くなってまた来ればいいじゃないですかって思ってるけどね。はい、7がいてもこれ以上なんか発言が伸びなそう、はい、って思ったかな。ただ5の7の白置きって正直俺黒要素に足りえないと思ったけどな。はい、8番さんは5が何だと思って、じゃあ7はもう狼じゃないんじゃないかっていう発言をしたのかっていうのをもうちょい話してほしかったな。うん、で5がそんな雑にじゃあ1を釣り1に上げてなんていうの、怪しまれ位置になってる発言じゃ自らやってるわけじゃん。それってクロースなのかなって思ってるから、8若干臭いなって現状思っちゃったかな。はい、ってとこっすかね。まあ今日7つでいいんじゃないですか。はい、1番のプレイヤーが発言します。はい、まあ7番に言っておくと、基本的に OK ですとかそういうタップは気にしないので、基本的にそういうのはなしでお願いします。どうだろうな。まあ、8番に言っておくと、5番が僕を釣りをした理由は一応言ってると思います。多分7番がこんなに、みんなから偽視されてる状況下だから、5番は、7番が白なんじゃないかっていう発言を残して、その中で8、9、1って順番に多分その7番を、怪しむ視点を持っていて、多分最終便乗1っていう意味で多分5番は1番を釣りをしてるから、まあ僕からしたらめっちゃ不当だなって思ったんだけど。9番も同じこと言ってるやんけって思っ、似たようなこと言ってるやんけって思ったから、まあ5番は純粋になんだよって思ったけど、うん、
まあ確かに7番、5番が7番を怪しむしてもなく白なんじゃねって言ったのは違和感ではあるかな。それは8番と同義かなってぐらい、うん、ただ一応5番は僕を釣りをする理由は一応言っているから、そういう意味ではなんか無理に釣りをしてる感じはするなとは思ったかな。若干違和感ってぐらい、はい、っていう意味で今日は7、5どっちかでいいとは思ってますね僕はね。はい、自分の中では7、5かなと思ってます。はい、9は特になんか村だ、人外だっていう要素はなかったから。はい、まあでもどうだろうね、5が狼だったら2が5を指してるからわざわざ4出てくるのかなとは思いましたってぐらいです。まあ3に関してはまあ8白いって言った理由はまあ地の占い師であればまあそれはそうかってぐらいですね。以上です。2番のプレイヤーが発言します。まあ今回は僕は決めないです。おのおの入れてください。まあ変な考察になっちゃうんですけど、5番さんが7番さんをあの位置で白置きするっていうのはまあまあ僕的にはわかるんですよ。そう、その位置でそう結局占いも出ずにいるんだったら、そう7番が強人だった時に村も人外人狼さんかもう7の強って追えないから、そうむしろ7ってこのまま何も役で出てきてないから、そのなんて言ったらいいの、5、7でつながってるっていうんだったら4番さんがそのまあ6番さんもちょっと視点は違うけどね、まあ、チャレンジしたんかなっていう表現は俺結構良かったと思うよ。4番さんが、うん、囲いも見ているっていう発言にもなるしね、うんっていう感じでね、まあ1番さんの5、7はちょっとできすぎかなと思うんですけど、うん、落とすんだったら5番さんっていうのは僕はめちゃめちゃいいなと思ったっすけどね。うん。まあこんな考察したくないけど、7番さんが強人だったら仕事しなさすぎでしょ。かな。そこに 7って安直に抜けたやつってがっつり強だと思ったけどね。うん。もしくは人外か。人外だったとしても今日信じないといけないから、まあおのおの入れてください。俺は決めません。票は結構ね左右すると思います。次の日3番のプレイヤーが発言します。うん、申し訳ないけど今日は7番さんに行きます。で、もしかすると4番さんが7番さんに黒打った時によ多分7番さんに8引き返せないんで、それもケアして7番さん行きます。もし5番さんをかばうわけじゃないんだけど、5番さん狼だったらすごいなんかバカバカしいことしてるなと思っちゃってて、まあ4番さん狼で見ると4号だと、5番さん目線2が5に白打ってることから、潜伏が考えられると。その時になんで7をわざわざかばう必要があるのかなって考えたら、すごい5番さんってバカバカしいんですよやってることが。だから5番さんはそんなにっていうか狼じゃないとは思っておりますかな。一番怪しいと思ってるのはぶっちゃけ言うと9番さんかな。9番さんは8番さんの黒い数上げているから間接的に自分の芯を落としている構図が出来上がっていると思ってるから9番さんを少し怪しんでいます。4番のプレイヤーが発言します。はい、3が7釣りをしてんだけど、正直7釣った方がいいと思ってて占うところではないかなと思っちゃってるんで、占い目線からすると7は落としときたいんですよね。3と7の、3と7の相方はなり得ないですけど、正直7を残しておいて、例えば、まあ、仮にね、仮に黒だったとしても、黒って打ったことでみたいなことも始まるんで、7は落としといて、新芽を取りに行きたいなと思ってますね。まあ、僕5番さんに関してはそんなに違和感感じなかったですけどね。7番さんのあの位置で完全にもう SG 位置の中でなんすかね、もうこれで相方が何もしてないみたいなところだったりとかするのかなっていうふうに思うんで、7番さんは白かなと思ってるんですけど申し訳ないです。なんで5番さんはそんなに僕怪しくないなと思ってまして、急怪しんでることから片白の8か1かなと思ってるんですけど、そうだな、1番さんに関しては
なんか正直占いどっちの精査もしてくれてなくて分かんなくて、8に関しては5に結構叩いてたみたいなところが正直分かんなかったなとは思ったけど、正直8、1どっちかかなって、3が9を占うって言っているところから3、9も白が出たらあるんじゃないと思うけど、現時点8、1どっちかなって思って、5番のプレイヤーが発言占い師は4の方が新目かな。1、8怪しんでる時点4番さんの新目がすごく高いと思う。あの8番さんと1番さんって俺のこと怪しんでると思うけど、まず2が5に白打ってるのね。で、7番さんってめっちゃ強めだよね、発言的にも。7が今日の時って占いに狼がいるよね。で、2が5に白を打って俺の相方が占いに出る必要ってないよね。2が5に白を打って 5,4 だった時って4番さんって出る必要がない。 3,5 だったとしても3番さんが出る必要がないから、俺って盤面的にも最白だよ。で、俺が狼だったら7番さんなんか初日から絶対釣れる位置じゃん。そこをかばう必要がないから。で、その5を釣りをしてる8番さんと1番さんがめちゃくちゃ怪しい。だから9番さんが便乗して俺に行こうとしなかった、9番さんめちゃくちゃ白いのよ。そこを釣ろうとしてる怪しんでる3番さんめちゃくちゃ怪しいけどね。うん、俺1番さん釣りたい理由って言ったじゃん。俺2番さんの結構狼あると思ったから、3が2叩きって結構印象良かったから、3を外して7釣りの最終便乗1番さんの狼売ったんだよね。だから俺38か、うん、31だと思うよ。これ6番さん4越えした方がいいと思う。4抜かれた時も結構きついと思うから、6番さんは0越えせずに4越えした方が俺はいいと思う。今日7番さんは強靭めで釣る。全プレイヤーの発言。その疑いにはどんな根拠がある？投票が終了しました。追放されるプレイヤーは7番、7番の遺言を発表してください。はい、まあしょうがない、しょうがないかなと思ってます。はい、皆さん頑張ってください。夜が更けました。人狼に気をつけてください。7クロはないと思うけどね。まあ一応準備しとくか。夜が明けました。昨夜は1名の方が亡くなりました。8番のプレイヤーが発言します。俺初週か、8白やった、角白や、9郎、9郎、ここで9郎か、例の結果7白ね、両方がいいかな、っていうことは、3番さん目線、占いをどう見るかよね。4級、占い対抗、4番さんローで見てるんだったら4級ローローで終わるし、4強で見てるんであれば、相方は9、1になってくるか。占ってないの1番だけだもんね。で、7白でしょ？で、6番さん騎士でしょ？なるほどね。4番さんってのは、黒囲いはないと思うからね。3がローだった場合は黒囲いはしないと思ってるから、3が強だったらワンチャンあると思ってるから、4番さん目線ってのは5、5、1、3、1、3、5になってくんのか。あ、じゃあそうかそうか、4番さん指定そうか。いや俺5番めちゃめちゃ怪しいと思うよ。だって3番の 2の叩きは良かったけどって、3番が2に叩いてるのって2番さんって慌ててるからめちゃめちゃなんか新っぽくないなっていう発言だけだからね。めちゃめちゃ雑じゃねって俺は率直に思ったけどね。そこの発言については何も触れてないけど俺は。
占いで出てきてるから触れる必要もないなって俺は思ったから、2が霊能で出てきてからね。でも、ことラインが繋がる場所はないから、まあ、触れなくてもいいかなって思ってるけど。ごめん。10番のプレイヤーが発言します。はい。まあ、俺目線ね、確定したわけですよ。あの偽が。はい。じゃあ、例えばですけど、4級労働だったら、俺が8を殴って3の締めを落とすようなこと、自ら占い地に入るようなことしますか？それだけ言ってきます。はい。ね、どうだろうか。正直俺8って隠し色になったけど、なんかすげえ強靭面あるかなとか思っちゃってるんだよなぁ。で、あと、4番さん死んだんだけど、4番さん、3級の身内切りに見えなかった。俺、それすげえ見られるの嫌だなと思ってたんだけど、3って俺を占いますって言って、4番は、9に白が出たら、3級の身内切り、何？ 3 級ラインも見ないといけないみたいな発言したけど、4目線って3級ラインすごい見えるから、俺を占ってしかないって現状思ってる。8って結構なんか強靭目あると思ってるからね。はい。まあ、それだけ言ってきます。はい。ただ3号ラインってすげえ追いにくいんだけど、これどう？ああ、でもあんのかな。5が4の芯上げて、4の占い値に外れる行動？ちょっと5、1の発言もう一回聞いてみるけど、1からはそこまで色落ちする発言っていうなものがないと思ってるから、まあ、とりあえず今日僕は3番さん投票します。以上。1番のプレイヤーが発言します。はい、まあ現状は微妙いかな。3級のランってなった場合、多分9番が言った4級狼の否定要素として8番殴って3に占い値入るかっていう精査に関しては、9番からしたら3やっぱ偽じゃんって言えばいいだけだから、なんかその4級の否定要素としては薄いなって思います。で、3番に関しては9番を怪しむ視点が8番を、若干、怪しんでいて、間接的に3番の審査ぎをするっていう発言だったんだけれども、それ僕にも当てはまんないのかなとは思いましたね。僕も若干8番に違和感を持っている人物で、まあ最終的に7号っていうのを3-1に上げている人物だから、3番からしたら1番もまあちょっと怪しむ目線があってもいいのかなとは自分は思いましたね。はい。だから3級に関しては現状僕は迷ってます。はい。まあ発言聞いてからかなって思います。5番が狼だったら鬼クソダリーなって思うけど、ヤンキーすぎんって思うけど、でぐらいですかね。はい、そのぐらいです。まあ場面的には白いと思うんだけど、1日目のその僕の釣り押しが普通になんやねんって思ったから、もう釣り打ち7号って言ったぐらいなんで、そんなに締めないでねってぐらいですかね。まあとりあえず3の発言聞いてどっちかに決めようかなってぐらいですかね。はい、以上です。2番のプレイヤーが発言します。確かに5の老要素はめちゃめちゃ高いよ。あそこで、すり寄って普通に占い地に入らない考察をしたって言ったらめちゃめちゃしっくりくるし、4番さんに対してね、4番さんがだから新占い師として4番さんが死んだった場合に5に対して違和感を持たないっていうところはまだ残ってしまうっていうところはあるよね。1番さん言うように、まあ、3番さんもそうなんですよね。8に平等いった9、よりも普通に5番を占うべきだったけどね。だから4号3号全然あるっていうのが昨日までの段階。ただ3番さんが先にカードを切ったって感じかな。いや普通に三国籍だなって感じはしますけど。そう、3番さんが9番さん占う理由はね、薄くはないんですけど、まあ、4番さんがだから、ちょっと、あれかな、占い位置も含めて理由は聞きたいかなって感じですかね。まあちょっとこれ、村がぶれたらまずいんで、3級の乱にしましょう。3級の乱ですね。ってなった場合、強人が何してんだって話になるんですけれども。で、あと7でやっぱ落ちてんのかな、ほんまに。って感じですかね。
はい、まあ、ブレジネ3系精査しましょう。はい、以上です。3番のプレイヤーが発言します。はい、4級で追っております。4級狼、4番さんが、8番さんに対して隠しを作るメリットが4番さん強靭であった場合ほぼほぼないと見ていることから4は狼で4級で見ているんだけれど、で正直9番あ強靭がね分からん。7番さんが、5番さんは7番さんが強靭すごい強靭目高いって言ったけど、2番さんも言ってなかったっけ、7番さん強靭だったら仕事全くしてないんですよ。6番さんに狩人で守る人ですかって聞いて終わってるからね、全く意味がないと思ってるから、7番さんの強靭はない、ないっていうか、あったら狼入りがないと思ってる。だから今日9番さん言ってほしいんだけど、4級で終わると思うんだけどな、強靭が正直ね、もし5番さんが強靭であったら、多分例の出ると思うんですよ。あそこ、20番面っていうのかな。誰も出てなかったから。そこで2番さんが使用して自分も使用したって感じだったから、だから、1か8のどっちかに強靭がいるんじゃないかなとは見ております。1、8のどっちかに強靭の4級狼が硬いと思ってるかな。で、1番さんと9番さんは同じって1番さんは言っていたけれど、別に自分は9番さんを最初に疑っただけで1番さんを疑ってないとは一言も言ってないんで、4が強靭であった場合は1級が濃厚かなと思ってる。あと自分5番さん占うわけがないと思いますよ。7番さんが黒って出たら相方と世話したいのは5となるわけで、5番さん占う必要は。4番のプレイヤーが発言します。はい、まず占い理由ね。5番さん占うべきみたいな声あったけど、例えば 2、4で出てる状態で5が白もらってて3が出てくるってないんじゃないですかね。3、5とかだったら僕3番さんやっぱ潜伏して出てきたみたいなところで新芽取りに来て強靭とは思えないんで狼で見てるんですけど、正直5番さんはそんなに占うとこじゃなかったかなと思って、で9で占って3トン例えばパンダ、パンダになった場合って、なんかそれって良くないかなと思って、8、1の消去法で、8で例えば黒ですから3、8って見れると思うし、8でまあ白が出れば白作れるかなと思って8を占いました。で、1番さんが怪しいと思ってます、僕自身ね、今のところ。1番さんって5が狼だったら怖いよねって言ってる割には5が白の場合って自分ローになるんですよね。 4視点からするとほぼ3級がないだろうなって、ローロー囲いないだろうなってなると4視点は1が黒になるわけですよ。なので5番4の芯っていうところを追うんだったら5の黒っていうのをもっと追うべきだし、4が偽って思うんだったらなんか 3芯で置くべきだなと思って3、4迷ってるって視点が5なりで見てやってんのかなと思ったんで1、3で今のところ見てますね。5番のプレイヤーが発言します。俺目線の話だけど占い心境の時はもう9のローって硬いんよね。俺目線占い心境だったら1、9人狼しかない。8って隠し狼でしょ。占い心境だったら1級両方黒黒で1番さん今日釣り位置言ってないんよね。だから1番さんの釣り位置をめっちゃ聞きたかったのよ。で、昨日はちょっと4のこと新目で見てたけど、この3番さんの騎士がいるのに黒打てたのが新目がすごく高いと思うのよ。騎士潜伏してるのにしっかり黒が打ててるのは3の新目が高いと思うんで、しかも占い心境の時の9の黒はかなり濃厚なんで、俺は9いきます。全プレイヤーの発その疑いにはどんな俺が黒くなって、そうわざと黒くなって3に行くっていうね。これで3つったら勝ちやろ。3つられろ。きたー。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは3番の遺言を発表してください。
英語。まあ。俺が黒いから急に行かなくて。なんて言ったらいいのかがわかんないな。いや、5番さん、強靭であってほしい。村で、あの出現はちょっと無理だからね。逆に強靭であってほしいな。うん、4級。でも今日。いや。誰が無。わかんないけど、なんで今日は9いけなかったんだろう。まあ自分の新要素が足りなかったか。申し訳ねえ。これ3級だったら嫌やけどね。3級人狼でやってねえやろな。これ3級人狼だったら申し訳ねえけどな。いや、三振だと思うけどね、俺。8とか占いする必要ないやろ。2噛んだらあれやね。黒かっこいいな。やっぱ4、狼やろ、これ。4番のプレイヤーが発言します。はい、1黒です、1黒。なんで、今日1つってください。3、1でしたね。まあ、5番さん強靭使用してるんですけど、1つってくれればいいんで。もう3、4で決め打ちしたっていうところで、1つってもらってほしいなって思いますね。まあ、例えば、これで、まあ、僕が釣られたみたいなことになって、で、明日結局5番さん残って BP みたいな感じだったら嫌なんで、1つってください。もう言うことないかな。はい、5番のプレイヤーが発言します。ちょっと俺わかんないから8入れるわ。ちょっとわかんない。まあ一応4級だと思うよ。俺はちょっと黒くなれば多分9は釣れないだろうと思って、わざと黒くなって騎士とか出てんのにね、わざと黒くなって9釣りをしたら多分9釣れないと思って3行ったから、一応俺は強靭なんで8に入れますね。8番のプレイヤーが発言します。人狼さんお疲れです。強靭です。今日1番からいきましょうね。以上です。9番のプレイヤーが発言します。まあ俺は1番いくけどないかな。3強5一郎とかなんかすげえ強靭仕様がこうめちゃくちゃ出てるけど大丈夫かな。まあどちらにせよ人外仕様してる8はもう釣れる位置じゃないから、強靭であっても村であっても釣れる位置じゃないから8は置いといて、なんか5一郎郎とかあんのかなとか思っちゃったけど、まあそれでもそしたらまあ勝ってるか。はい。一番取りします。7の共鳴が、7の共鳴があるから多分ね、怖いんだろうね。あれだ。PPPPPPP だね。もう PPAP だね、それも。まあ、実際4番がもう人外確定なんで4番行ってくださいとしか言いませんが、こんなに強靭が多いと思う。いやー、俺は3番の方が死に見えたけどな、普通に。3番の発言聞いて、5番に行っておくと3球、3番の発言聞いてないから。はい。迷ってましたってぐらいです。はい。3、1、狼だった場合って別に、わざわざあそこで3をちょっとつつく行為も別にしないし。9番が4球の否定要素、僕は、否定要素にそれなってないよっていうのを押せばいいだけだから、それで9入れればいいだけだから。わざわざそこで3にちょっかい出す意味もないし、ってぐらいです。はい。まあ僕がもう、3、1しか9入れてないから、まあ僕が釣られるのはシャアなしだと思うんだが、4番を言ってほしいね。PPAP だね。俺もうパパパッション出していくよ、パパパッション。PPAP だよ、これもうパパパッション。はい、4級狼ですね。4番のその、なんだっけ、8に叩いて、その3の占い機に入るっていう4級だったら弱くねっていう、否定要素は、否
定要素になってないっていう論を僕は提唱します。1、3なのはマジでこれも本当、はい、以上です。4番いてください。全プレイヤーの発言が終了しました。そういくか。その疑いにはどんな根拠が。うわあ、頼む。求心であってくれ。追放されるプレイヤーは、ゲーム終了。やったー。人狼陣営の勝利です。よかった。5番さん、分かりやすかったです。ありがとうございます。いや、やっぱ5番おかしかったよな。いや、5番さんに助けられました。すいません。いやーこれね、逆に占い審議が進歩しすぎて分かったかな。いやあれ3オロロ追ってましたよ普通に。うん、それを追わせるためにわざと黒くなって急釣り誘導した。ああ、あれは無理だわ。いやあの発言うまかったっすね。うん、わざと黒くなったら多分9いかないだろうなと思って、3号ってくれるだ、霊能が追ってたからね。いやー、占いで7白出そうかなと思ったのよ。占いで7白出そうかなと思ったけど、盤面3が出てきたから、これ7絶対狼ないなと思ったから、7つって、4番の8白で多分4狼だなと思って、黒囲いが怖かったんよね、3級の。いや3級の黒囲いは俺も若干思ってます。それが怖かったからね。4噛まれないから勝ったかなと思ったな。え、6番さんどこ守ったっすか。 ちなみに2声以外ないですよ。あー、なるほどね。ない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 。だって5番も言ってることおかしかったし、5声は考えなかった。4声なんて絶対的にない。いやでも7ってほぼ白出るから、どちらかというと3、4の5声入れた方がまあ棋士性視点はいいかったかなって感じかな。私1周目で拾ったのは4の視点漏れを拾ってるんですよ。4狼基軸で考えてるので、4に5声入れることも3に5声入れることもないです。いやでも5番さんのあの発言に助けられたな。騎士潜伏してんのにみたいなのは、あれですげえなって思ったけど、5番なんだと思った、今日だと思った。ああの発言で、あ、今日っぽって思ったっすね。ああなるほどね。結構1周目から今日っぽいかなみたいな、7か違かったら5ぐらいかなみたいな思ってて。ああやっぱそうなんだ。いやーこれ8番さんと1番さんに釣り殺されるかなと思ったけど、よかった釣られなくて。いや狼目線5って絶対釣りたくない位置ですからね。4球を否定してるところだから。はい、ありがとうございました。お疲れさんでした。お疲れ様です。人狼殺のライブ配信毎日やってます。チャンネル登録してぜひ生放送も見に来てくださいね。